こんにちは。今日はビーヤーニッターズさんというスペインの毛糸屋さんのキットを紹介したいと思います。今回はレクチャー動画ではないんですけど、このキットで完成した作品も最後に皆さんに見ていただきたいなと思っているので、よかったら最後まで見ていってください。ビーヤーニッターズさんは2011年にスペインのマドリードっていうところで創設されたそうで、実はね、2011年って私が初めて YouTube に動画を投稿した年でもあるんですね。だから形は違うんですけど、同じ編み物っていうジャンルで同じ年にスタートを切っているっていうことで勝手にご縁を感じているんですが、 YouTube チャンネルも運営されていて、いろんなテクニックをね、動画で見ることができて、で、日本ではあまり見かけない技法とかもあったので、すごく勉強になると思います。私もある動画を見て今勉強中なので、またサブチャンネルでアップしますね。今ね、スマホで見てるんですけど、色も結構いろいろあって、今回選ばせていただいたんですね。で、この縦に2列並んでいるうちの画面向かって左側の列の下から3番目のグレータイダイっていうカラーにしてみました。ウェーブヤンっていうだけですごい面白そうなのに、さらに段染めっていうのがどんな表情になるのかなっていうのがすごく気になって、その隣のブラウンタイダイとすっごい迷ったんですけど、今回は淡い感じのグレータイダイっていうカラーにしてみました。あと入ってるレシピの言語がこうやって選べたりとか、かぎ針はなしにすることもできるみたいで、キットでも編み針ありとなしが選べるようになってるっていうのはかなりありがたいですよね。こんな感じの再生紙で作られているバッグに入っていて、このキットの中にはかぎ針とザ・ウェーブという毛糸が5玉、あと大きめの封筒が1枚入っていました。封筒を開けると編み方が書いてある小さい冊子と、大きさの違うとじ針が2本と、こんなね、可愛いタグも1枚入っていました。で、このかぎ針なんですけど、ドイツにある森林管理協議会に認証されたブナ材を 100% 使用してハンドメイドで作られているそうです。そしてね、すごく軽いですね。そしてこれがガーランドショールのレシピですね。日本語版ですごくシンプルな編み図だったので、初心者だけど大物を作ってみたいっていう方でもね、挑戦しやすいと思いました。そしてこれがザ・ウェーブっていう毛糸なんですけど、これがね、すごい面白い毛糸で、細い、太いっていうのを繰り返して波打つような形状をしているんですね。この太い部分のこの感じ、ちょっと珍しいですよね。毛糸っていうよりも羊毛フェルトっていう感じだなっていうふうに思ったんですけど、この毛糸を使ってさっきのレシピを見ながら編みました。日本だと編み図がメインで文章が補足的にちょっと載っているっていうものが多いと思うんですけど、今回はスペインのレシピっていうことで文章がメイン で一部編み図が載っているっていう感じでした。で、この文章で編む感覚に慣れてないので正直ちょっと不安だったんですけど、全体をくまなく読んで一度に理解するっていうよりも、こう一文読んで理解してから編む、で、また次の文を読んでそこを編むっていう風に繰り返していくと、気づけば完成に向けてちゃんと進んでいるっていう感じだったので、初心者の方とかね、こういう編み図が読めないっていう方は逆に取り組みやすいと思われる方も中にはね、いらっしゃるんじゃないかなという風に思いました。で、この写真みたいに三角形の中心の角を前に持ってきてもおしゃれな感じですし、背中に持ってきてもね、すっごいあったかくて、毛 100% の保温力がリアルにありがたいです。ということで、今回はガーランドショールのキットの紹介でした。ウィーアーニッターズさんはね、かぎ針編みも棒針編みもすごく多くのキットがあるので、見ているだけでもね、本当に楽しいので、よかったら皆さんも概要欄からチェックしてみてください。今日は以上です。ありがとうございました。